チアオバウベスがいます。アウベス、マルハシがつく、アドバンテージアウベス、そして前を向いている豊田、最後豊田が決めました。決めきりましたね、サガン鳥栖の象徴、豊田が最後勝ち越しゴールを流し込みました。まあこのねキーパーのキックの質も良かったんですけど、まあここねしっかりねチアゴ・アウベスを収めましたし、まあここね倒れなくて最後ねラストパス落ち着いて出しましたし、最後のフィニッシュですよね、やはり豊田落ち着いてますね。あの時間帯豊田が見事に決めて、ご覧の表情ですね。そうですね。